窓を打ちつける大粒の雨に、迫ってくる大量の水。水害に遭った時、あなたはどうやって避難しますか？2018年7月の西日本豪雨では、最大3時間、積算降水量が150ミリを超えるなど、西日本を中心に記録的な大雨となり、河川の氾濫や土砂災害が発生。広島県、岡山県、愛媛県などで237人が犠牲となりました。台風や津波などで洪水になった時に、どのように避難すればよいのでしょうか？風水害時に必要なことは、まずは情報収集なんですけれども、この警戒レベル、皆さん知らなかった方がいいです。これを覚えていただいてます。大雨警戒レベルとは、国が定めた大雨災害に対しての警戒の目安。5段階あり、白で示した1の早期注意情報から、黒の緊急安全確保まで5段階あり、紫色で示した警戒レベル4が、ここまでに必ず避難してほしい目安の一つです。では、実際どれほどの規模なのでしょうか？台風により洪水になった時のシチュエーションを体験させていただきました。テレビのニュース速報を見てください。切り替わってます。あっという間に警戒レベル4に。雨足も強くなり、目の前が真っ暗に。はい、停電になりましたよ。ガラスが割れて床に散乱。川の水が溢れましたよ。下水しました。川の水が家の周りに押し寄せています。家の中に川の水が入ってきました。至る所から水が入ってきます。ここまで水が来てしまった場合、ドアも水圧で開かなくなるため、上の階に避難してほしいということです。洪水のシチュエーションでは、警戒レベル3から浸水までわずか3分足らず。事前に準備しておけるものとして、自分が住んでいる地域の危険度や避難所や避難経路がわかるハザードマップを確認しておくといいということです。